この消費税の引き上げに向けて、総理がこの意義、どのように感じておられるのか、そして引き上げに向けてどうした強い覚悟を持ってこれ臨もうとされておられるのか、そのあたりを総理からご説明をいただけますか。少子高齢化を克服していくためには、消費税率の引き上げによる安定的な財源がどうしても必要であります。国民の皆様のご理解をいただきながら進めてまいりたいと、こう思っております。総理の強い思いを聞かせていただきました。私も全く同感です。この消費税の引き上げを円滑に行って引き上げの成功体験をしっかり実感すること、これは大変重要なことだと思います。成功体験を成長をこの続けるために考えていかなければいけない。先進国最悪と言われている財政状況、財政の再建、こういったことを考えますと、お金が出ていく、お金をこの出していく、これを徹底的に吟味をして、そして厳選をし、そして削っていく、こういった努力は引き続き続けなければなりませんが、出す方をこの絞り続けるというだけで賄うことができるのか、やはり我々は日本の将来を考えた場合に入る方、国民の皆さんに負担をお願いする、こういったことも誠実に向き合っていかなければいけないのではないか、こんな時代が来るのではないか、このように思います。国民の皆さんに負担をお願いする、日本の政治はですね、こうした負担のお願いについてはずっと及び腰になってきました。特に消費税の引き上げ、これはトラウマになってきた、選挙との絡みでずっと及び腰になってきた、こういった時代が続いてきました。今言ったようなこれからの日本を考えた場合に、やはり負担をお願いする、これこういったことに日本の政治は真正面から向き合う勇気を持たなければならないのではないか、負担のお願いについては勇気を持たなければならないのではないか。まずはこの政治の側の説得力ですとか説明能力、さらには誠実さ、こういったものが求められるんだと思いますし、今回消費税を引き上げる、ぜひこの引き上げを円滑に行うことによって引き上げの成功体験を国民の皆さんとともに実感し未来を考える、こういったことなんだと思います。ちょっと何言ってるか分かんない。この政府はこの円滑な引き上げに向けて臨時特別な措置、もうかなりいろんなメニューを用意しておられます。おけるポイント制度ですとか、あるいはプレミアム商品券ですとか、マイナンバー制度を使った、ポイント制度ですとか、ただこれをずらっと並べるとですね、いかにもばらまきではないか、そもそも何のために増税するのか、こういった批判につながっていくわけですが、しっかり説明しないと国民の理解は得られないのではないか、あるいはもはやデフレではない、こういったこの状態が実現できたとか、さまざまな成果が指摘されるわけですが、労働生産性を上げて、企業としても一人一人の労働生産性が上がってこそ、賃金を上げることができる。この企業、この内部留保は446兆円、これ6年連続過去最高だと言われています。これ着実に回復している、伸びている、こうしたことであります。この人材投資はコストになってしまっている。こういった問題意識を持っています。その上で今後、日本が成長を維持し拡大していくための人材投資に関わる問題でありますが、
まあ、雇用制度や社会保障制度を改革していくことが必要でありまして、企業と投資家がですね、間でしっかりと対話が行われていくということは極めて重要であると考えております。また人手不足ということを考えましても、生産性革命ということを訴えて生産性の向上に努めてきました。働く意欲や能力のある女性や高齢者に働き方を選び取ってもらおうということで、働き方改革の議論も行いました。人手不足につきましても、外国人労働者への新たな受け入れを行った。一昨年からさまざまな取り組みを積み重ねてきました。引き続きぜひしっかりと応援してもらわなければいけない。日本の経済を支えるしっかりと取り組みをお願いしたいと思います。